高品質、しかも安い武士蔵。あ、あと今、社会人だと何年目ですか？社会人だと2年目ですね。2年目ですね、はい、でもうあの実業団経営として、もうすでに実績は出されてるかと思うんですが、どんなものがありますか？そうですね、今年の6月に関東実業団を優勝させていただきました。あとですね、その後に全日本実業団がありまして、はい、で3位に入賞させていただきました、はい。すごいすぐに成績に恵まれたかなと思うんですけど、実業団で戦ってみてその成績を収めてどんな感想をお持ちですか？そうですね、いろいろなんか強い人がもういるって知ってる中で、大会に臨んで、まあ、そんなすぐ関東から優勝できるとは思わなかったので、まあ、優勝して、まあね、目標としている全日本実業団では、3位になって、まあ、悔しい結果になったんですけど、また来年再来年とつながる結果になったんじゃないかなと思っております。はい、実業団で戦うっていうのはやっぱちょっと学生の時とはまたちょっと違う環境なのかなと思うんですけど、難しさとかなんか感じますか？そうですね、実業団は、学生ほどやっぱり練習量とか、稽古の日数も少ない分、まあ、いろいろその中で考えながら、はい、試合に臨めるかなっていうところはありますね。今現在、稽古量でいうと、まあ、コロナでいろいろ大変だった時期もあるかと思うんですが、普段で言えば、今は週に1回ほどですね。週に1回、はい、それを会社の稽古、はい、そうですね。マリアズマさん自身も週1ペースですか？そうですね、はい。どうですか、なんか思ったよりやれないなとか、もう少しできるかなとか、そういうギャップじゃないけど、なんか感じました、社会人になって。やっぱり物足りなさは感じているので、まあ、私たち の企業は、結構リモートワークとかが結構盛んで、通勤の時間が空くので、そこを空いた時間を見つけて、まあ、稽古をしています。自主的な取り組み、ね、そうですね、はい。やっぱりそれがないと大変ですか？そうですね、やっぱり稽古量っていうところも、まあ、地震とかにもつながってくるので、まあ、そういう面を補うところで、まあ、その取り組みしています。はい、まだ新人選手かなとは思うんですけど、うん、社会人として実業団として、まあ、剣道やっていく中の今後の目標みたいなのをちょっと教えていただきたいんですけど、どんなものがありますか？まあ、そうですね、NTT でまずは全日本実業団優勝するっていうところと、あと、まあ、国体とか全日本選手権とかいろんなのが出て、まあ、最終的にはそこでも優勝したいなっていう。まあ、引き続き技とかそういった方法をちょっと取らせていただきたいので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。